お疲れ様。今月も大変だったわね。何？いつものことだ。それよりも送金の方はよろしく頼む。わかったわ。IBC 経由でいいよね。それにしても依頼を回してる私がこういうのもなんだけどさ、あなたもうちょっと仕事を減らした方がいいんじゃない？しずくちゃんだって寂しがってるでしょ。ごめん、これは言わない約束だったわね。それはそうと、レマンソー本部からの連絡がまた来ていたわよ。いい加減受けてくれる気はないのかって。またそれか。この件に関しては何度も断っているはず。まあ総本部としてはカシウスブライトの代わりを揃えておきたいんですよね。実績だって引けを取らないんだし、いい加減観念したらどうなの。残念だが、彼と俺では役者が違いすぎる。実績にしたところで彼のように国家的な問題を解決したわけではないからな。正直身に余る話さ。国家的な問題っていうならレミフェリアの件があるじゃない。対抗閣下から勲章ももらったんだし、実績としては十分すぎると思うけど。あの件は本当の意味で解決できたわけではないからな。広告での目は潰したとはいえ、一部の黒幕は取り逃がしたままだ。まったくもう気真面目すぎるんだから、せめて昇格でもすれば逆に少しは落ち着くんじゃない。今月だけでも100件以上。尋常じゃないわよこの仕事量は。無理をしているつもりはないさ。列車と飛行船の便数も増えて、自治州外への出張も楽になった。あの子たちか。まあ確かに期待の大型新人ではあるわね。少なくともあの支援課の坊やたちよりは何倍も頼りになりそうだわ。ごめんください。あら、早速来たみたいね。こっちよ、上がってきて。あ、2階。失礼します。よかった、ちょうどいらっしゃったんですね。ま、3ヶ月ぶりになるか。2人ともよく来てくれた。ほんと、あなたたちがうちに来てくれるなんてね。うんうん、これで当分クロスベル支部も安泰だわ。買いかぶりすぎだと思いますけど。ご期待に添えるよう頑張ります。改めまして、声優劇師エステル・ブライト。
並びにヨシュア・ブライト。遊撃士協会クロスベル支部に正式に所属させていただきます。遅いな、課長。そろそろ朝のミーティングを始めたいんだけど。さすがに課長抜きで始めるわけにはいかない、うん、こんなことなら二度寝すりゃよかったな。そんで昼過ぎに起きてからカジノあたりに遊びに行くと。典型的なダメ人間ですね。遅れたな。おはよう。おはようございます。早速ミーティングを始めますか？いや、その必要はない。先ほど本部から連絡があった。今日はお前らに特別任務を引き受けてもらう。特別任務？なんかうさんくさい響きだな。この前のような捜査任務ということですか？残念ながら俺も知らん。まずは警察本部に行ってこい。お前らの客人が待ってるはずだ。またあの嫌味な副局長に呼び出されることになるとは。一体何をだってんだ。客が待ってるって言ってたし、ただ嫌味や小言を言うために呼び出したんじゃないと思うけど。どのみち嫌味は聞かされそうな気がしますが。そうね、まあ流しておきましょう。特務支援課所属バニングス以下4名参りました。失礼します。あれ、あの制服は警備隊だったかしら。ゲゲ、あら、ご挨拶ね、ダンディー・オールランド。何がゲゲなのかしら。いや、少し意表をつかれたっていうか。なんだ、知ってるのか。やましいことがありそうな反応ですね。君たち敬礼したまえ。こちらは警備隊の副司令を務めておられるソーニャ兄さん。警備隊の副司令。失礼しました。ミサというと普通の軍隊では中佐に相当するはずですが、そんなに偉い人なんですか？偉いも何も、実質警備隊のナンバー2だぞ。指揮官としてのカリスマなら間違いなくナンバーワンだけどな。堅苦しくしないでちょうだい。あなたたちが特務支援課ね。はい、本日は自分たち特務支援課に光栄に思う。君たちの時役立たずの新米をこの場に呼んでやったのだからな。局長、この場はどうか私に。わかりました。
すべてあなたにお任せしましょう。ありがとうございます。改めてクロスベル警備隊の副司令ソーニャ・ベルツよ。今日はあなたたち特務支援課の力を借りに参上したわ。まずは一通り話を聞いてくれないかしら。魔獣の被害調査。ええ、そうよ。ここ一月余り自治州各地で特定の魔獣被害が相次いでいるの。ちょっと待ってください。クロスベル市内ではなく市外での魔獣被害の調査ですか。あら、不服かしら。いえ、そんなことは。その警備隊の方でもすでに調査されているのですよね。その上で私たちが手伝う余地などあるのでしょうか。それが大ありなのよ。普通の魔獣被害というにはどうも不可解なことが多すぎてね。うちの調査だけでは手詰まりになってきているのよ。だから別の視点を入れておきたいってところかしら。別の視点ですか。そう、警備のプロではなく捜査のプロとしての視点をね。その意味では別にあなたたち支援課でなくてもいいんだけど、例えばエリートと名高い捜査一課とか。いや紹介したいのは山々なんですが、何分忙しい連中でして。はい。とまあ、いろいろ事情が終わりのようだからあなたたちを指名させてもらったの。迷惑だったかしら。わかりました。そういう事情があるなら喜んで。それで魔獣被害の調査というと具体的には何をすればいいんでしょう。ノエル、例のものを。どうぞ。あれ、この人、うん、どうしましたか。いえすみません。どこかで見た気が。これは警備隊の調査報告書ですね。こちらの調査で判明したことは一通りそれに書かれてあるわ。まずはその調書だけを見て、あなたたちには捜査に入ってほしいの。余計な先入観を与えないためにもね。なるほど。そういうことであれば後ほど拝見させてもらいます。お願い。それでは申し訳ないけど我々はこれで失礼させてもらう。今後は支援課と直接やり取りするから何か分かったら報告をちょうだい。了解しました。副局長、どうもお邪魔しました。いえ、また遠慮なくどうぞ。どうやら結構馴染めてるみたいだね。いやまあ、国境監視や演習よりは楽しく過ごさせてもらってますよ。それは結構。私も紹介した甲斐があってます。ノエル、行くわよ。はい。それでは失礼します。やれやれだぜ。
ひょっとして警備隊での上官だったのか。いや、直接の上官じゃなく、訓練や軍事演習で何度か指導を受けているんだ。美人なのに怒らせるとめちゃくちゃ怖いんだよな。ダンディさんの場合は生活態度が原因なのでは。そうね、なんだか女性問題でいろいろとトラブルを起こしてたらしいし。そういえば副司令に付き添っていた女性隊員も知り合いなのか。いや、見たことのない顔だったな。多分副司令が任されているタングラム門詰めの隊員だろう。おい、そういやお前なんか気にしてたみたいだな。なんだなんだ、ひょっとして一目惚れか。あら、じいや、そんなんじゃないってば。ただどこかで見かけたような気がして。おふん、なあ、君たちはいつまでくだらない話をしてるの。ひょっとしてあれ、セルゲイあたりに言われて私をバカにしに来たのかね。いや、その失礼しました。ならばとっとと出て行ったまえ。まったく、揃いも揃って私の忠告を無視しよって。それが何を意味するのかは当然分かっているのだろうね。おいおい、まあせいぜい野山で魔獣探しにでも明け暮れるんだな。なんだったら全員そのまま警備隊に移ったらどうかね。あの忌々しいセルゲイと一緒にな。失礼します。ったく、嫌みったらしい野郎だな。耳栓が欲しかったです。まあ今のは私たちにも少しは火があったわけだから、さすがに少し暴言が過ぎると思ったけど。まあいい、目くじら立てても仕方ない。とにかく一旦戻って調書に目を通してみよう。その上で捜査方針を決めて動く必要がありそうだ。そうね、どうやら普通の魔獣被害じゃなさそうだし。可解なこと一体何なんでしょうか。
これは本当に各地で起きてるのね。ほとんどニュースになっていないみたいだけど、どうやらただの魔獣被害じゃなさそうだぜ。狼型魔獣、クロスベルの固有種でしょうか。さすがにちょっとわからないな。ただ被害の起きた場所でははっきりとした足跡なんかも残されているみたいだ。そういう魔獣がいるのは。でも警備隊の捜索では未だに確認されていないのよね。それがちょっと気になるけど。ああ、姿を隠しているなら相当ずる賢い魔獣みたいだぜ。こりゃ、凄腕の狩人かなんかを雇った方がいいんじゃないか。そうですね。私たちが動いたとして何かできるとは思えん。ロイド、どうしたの？なんだ、また何かひらめいたのか。ひらめいたってより捜査という観点からこの魔獣被害を調べるんだったら何がポイントになるかと思ってさ。捜査の観点から魔獣被害を調べる。例えば一連の魔獣被害を事件として捉えたら、この場合犯人は誰になる？そりゃ報告にもある狼型魔獣って、どうやら一匹だけじゃなくて群れで行動してるみたいだが。だったらもう一つ、その犯人のプロフィールと動機についてはどうだろう。そいつは。なるほど、この調書からはそれが見えてこないわけね。なあ、知能が高い魔獣なら普通は人里には近づかないはずだ。飢えているのが動機だとすると病院の被害報告なんかは不可解すぎる。だったらそれらを説明できる何らかの真実があるんじゃないか。確かに理屈ではそうなりますね。そうすると捜査方針は決まったわね。ああ、とにかく被害に遭った場所で関係者から話を聞いてみよう。少なくとも俺たちのやり方でこの調書を保管することくらいは最低限できるはずだ。そうね、少しでも警備隊の役に立てれば無駄にはならないわね。あー、助かったぜ。闇雲に野山を駆け回って魔獣狩りする羽目にならなくてよ。それでロイドさん、聞き込みをするとしてまずはどこから行くんですか？そうだな、まずは最初に被害に遭ったアルモリカ村に行ってみよう。なるほど、いいかもしれない。アルモリカ村は確か町の北東だったわよね。なあ、東口に出て動力バスに乗ればいいはずだ。それと今回は初めての市外活動だ。行った先で何があるかわからない。準備を済ませてから出発だな。念のため他の支援要請もチェックした方が良さそうですね。
あ、しまった。行っちゃった。おいおい、そりゃないぜ。動力バスってのはどのくらい出ているんだ。そこそこ数はあるはずだけど。時刻表によると次の便は2時間後みたいですね。そんなに。1日に数本しか走ってない。困ったな。教授にかといって他の場所を先に回るってのもな。そうね、捜査方針を立てたばかりだし。だったら歩いて行けばいいのでは。え、ティオちゃん。おいおい、マジかよ。地図で確認する限り、ここからアルモリカ村まで歩いて1時間半くらいの距離かと。次のバスで行った場合、待ち時間も考えたら歩いた方が効率的ではないでしょうか。なるほど、計算ではそうなるわね。おいおい、お嬢さんたちあんなこと言ってるぞ。どう考えても街道を歩いたことがないって雰囲気だよな。どうしたの二人とも。いや、街道には魔獣もいるけど、二人とも大…それを言われると。それに私はオーバルスタッフのテストをする必要性の実践でしたら、むしろ望むところですが。わかった。そこまで言うなら歩こうか。ええ、そうしましょう。ちょっとだけ楽しみね。こんなことならお弁当でも作ってくればよかったかしら。確かに。まあ、お昼前には村に到着できるはずですから、ランチは向こうでいただけばいいかと。二人がへばったら俺たちでフォローしよう。へいへい。
セット。よし、エイクティア、私の番ね。そこ、チャンスです。皆さんお願いします。分かったぞ。エイクティア、良いデータが取れました。敵集団との戦闘を開始。任せろ。任せて。そこ、私の番です。そこです。よし、させるか。俺の番だな。ぜい。ええ、そこ行くぞ。セイティア、さてと。さてと、そこです。任せてくれ。セイハ、これが俺たちの力だ。力だ。
敵接近、狙い撃つわ。よし、やっは、行きます。任せろ。ふん、ちょろいぜ。任せてくれ。始めましょう。えいっ、はっ、チャンスです。皆さんお願いします。アイサー了解。えいっ、えいっ、よし、敵集団撃破しました。よっしゃ、畳みかけるぞ。任せてくれ。セット、行きます。えい、ここだ。よっしゃ、一気にボコるぞ。わかったわ。あ、セット、ここ、おととい来やがれってな。
遅い。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。バカッタ。おう。よし、上出来だ。出現。めんどくさいです。俺の番だな。やっと。さてと。そこ。行きます。えい。任せろ。ふん。行くぞ。始めましょう。よっ、いや、私の番ね。そこ任せろ。ふん。チャンスです。皆さんお願いします。分かった。了解。そこで。いや、敵集団撃破しました。始めましょう。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。おう。え、はい。と。あ。よし、上手だ。やっや。はい、と。やっは。みんな。俺の番だな。セッティア。さてと。やっ。さあ、先を急ぎましょう。
かかってきやがれ。行くぞ。せいはさてと。あ、行くぜ。あ、よし。やっは。私の番ね。さあ、先を急ぎましょすればいいはずだぜ。はあ、これは思った以上に大変。あ、ええ、少々計算外でした。魔獣も徘徊してたし、さすがに疲れたみたいだな。やれやれ、ちょっと休んでいくかよ。私はなんとか大丈夫だと思うけど、リオちゃんの方はどう？一抜けたと言いたいところですけど、提案者は私ですし、なんとか頑張ってみようかと。そうか。まあ、我慢できないようだったらお兄さんがおぶってってやるよ。遠慮しておきます。そこまで子供ではありませんので。というより、私をおぶってのランディさん的には嬉しくないのでは。そうだな、俺としてはボンキュッボンとした方が。って別に下心で言ってんじゃねえよ。ま、このまま先に進もうか。魔獣への対処もある。焦らず確実。了解。俺の番だな。始めましょう。やっは。私の番です。そこです。行くぜ。あ、まあこんなもんかね。
よし、エイティア行きます。そこです。今だわ。みんな行くわよ。了解。はい、アイサー、よし、そこ。あ、よかった。始めましょう。はい、チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。はい、おう、いや、うん、俺の番だな。ぜい、なんとかなったわね。私の番ね。任せろ。ふん。
くぜ。さてと、えい。俺の番だな。えいっは。さてと、そこ。行くぜ。つい。行きます。えい。行くぞ。やっと。私の番ね。そこ。行くぜ。ふん。ちょろいぜ。とっとと終わらせるぞ。俺の番だな。やっと。私の番ね。そこ。さてと。行くぜ。ああ。私の番です。そこです。よし。私の番ね。任せろ。ふん。はい。あ。俺の番だな。私の番ね。行くぜ。あ。俺の番だな。えい。あ。まだまだいける。
ここは休憩所みたいだな。そこ景色も良さそうだし、一息つくにはちょうど良さそうだ。そうね、正直助かります。そんじゃ一休みとするかね。してんだな。ちょっと珍しい風景だぜ。朽ちた中世の建物跡がそのまま残されているみたいね。確かこの辺りは昔戦場になったという話だけ。戦場？ええ、エレボニアとカルバードのね。古戦場跡。へえ、面白そうじゃねえか。せっかくだからちょっと見に行ってみるか。いや、それはさすがに、ちょっと遠慮したいわね。ダンディさん、少し空気を読んでください。なんだなんだ、若いもんがだらしねえな。しかしクロスベル育ちってのはそんなに街から出ないもんなのか。いや、それがめったに出ないんだよ。基本的には市内だけでも全てのものが揃っちゃうしな。もともと貿易都市だから自治州内で自給できなくても成り立ってきたのよね。その割にはロイドはあんまり疲れてなさそうだな。俺は一応警察学校でサバイバル訓練を受けてるから、そういうランディこそ元警備隊なだけはあるみたいだな。汗一つかいてなさそうだけど。歩き回るのは慣れてるからな。おっと、戻ってきたみたいだぜ。一瞬手を挙げて乗せてもらいそうになりました。あれに乗ったらせっかくここまで歩いた甲斐がないってば。とにかくもう一頑張りだ。多分ここから村まではもうそんなにある。え、そうか。よっ、よし、そんじゃあ行くと。
先制可能。始めましょう。はい、行くぞ。やっは。今だわ。みんな行くわよ。了解。おう。はい。そこ。と。えい。さあ、先を急ぎましょう。よし。よっ、いや。私の番です。行きます。任せて。よっしゃ。私の番です。あ、おっしゃ。ふん。おととい来やがるってな。おっしゃ。先制可能。始めましょう。はい、そう。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。はい、え、アイサー、トウ、アイサー、よし、もう大丈夫だ。私の番です。そこです。俺の番だな。ずい。ええ、さて、キャッ。
先を急ぎましょう。よっしゃ、畳みかけるぞ。ありがとう。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。アイサー。オッケーです。わかったわ。そう。あ、ここ。私の番です。ここです。さて。さあ、先を急ぎましょう。よっしゃ、畳みかけるぞ。ありがとうございます。行くぞ。えいっと、今だわ。みんな、行くわよ。了解。アイサー。はい。はっ、そこ。あ、任せろ。ふん。おととい来やがるってな。よっしゃ、畳みかけるぞ。ありがとうございます。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。わかったわ。アイサー、トッ、ここ、ヤッシュ、ヤッシュ、任せて、ヤッシュ。さあ、先を急ぎましょう。よっしゃ、畳みかけるぞ。やった、俺の番だな。
します。ええ、お了解。えい、しかし、しかし、うん、いや、データ収集終了しました。よっしゃ、畳みかけるぞ。やりました。行くぞ。私の番ね。そこ、ここだ。よっしゃ、一気にボコるぞ。了解。オッケーです。いい感じだぜ。
っしゃ、畳みかけるぞ。よし、やっと。今だわ、みんな行くわよ。はい、さあ、了解。はっ、あっ、と。さあ、先を急ぎましょう。よっしゃ、畳みかけるぞ。えいっと、えい、やっ、いくぜ。ふん、おととい来やがるってな。任せてくれ。始めましょう。やっと。行くぜ。あっ、私の番ね。やっ、私の番です。あっ、俺の番だな。私の番ね。そこ行きます。そこです。俺の番だな。任せてくれ。えいっは、まだまだいける。ここ、エリ、ティオ、大丈夫か？ええ、さっき休ませてもらったし。はあ、私もなんとか。それにしても、綺麗な村ですね。向こうにミツバチの巣。データベースによると、アルモリカ村の蜂蜜といえば特産品の一つみたいですね。品質も極めて高いため、周辺国にも輸出されているとか。ああ、そうみたいだな。雑貨屋でもよく売ってるけど、こんな場所で作っていたのか。そうね、知識として知っているのと実際を知るのとでは大違い。それよりも、この平和そうな村が魔獣の被害に遭っているのにね。ちょっと信じられないけど。まあな、のんきそうな村に見えるが。警備隊の調書によれば、この村の村長から
事情聴取を行ったそうですね。なあ、まずは俺たちも村長さんから話を聞いてみよう。村長さんの家、一体